これ 出回り時期が大体8月の終わりから9月の、まあ、中頃ぐらいまでかな、はい、あんまり秋っぽくないやん、夏なんよまだ時期が、うんうんうん、秋で洋梨がいっぱい出回るなって食べたいなって思った時にはもうなくなってることが多いんで、はいはいはい、どうもこんにちは、ここです、スーパーフルーツティーチャーのなおです、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ、はい、洋梨なんですね、もう時期的にその洋梨のトップバッターでございます、はい、こちらがオーロラでございます、はい、オーロラ美味しいですよね、美味しいよこれ。ただ洋梨ってね、やっぱ追熟の管理が非常に難しいという果物ですよね、うん、そうですね、まあ、そういう人にとって朗報の洋梨ですよ。あ、本当ですか。そうなんですよ。じゃあちょっとそのオーロラ、はい、ちょっと詳しく、はい、うん、でオーロラは、まあ、さっきこうちゃん言ったみたいに、うん、トップバッターの洋梨、はい、一番初めに出てくる多分万人受けする味の洋梨なんですけど、はい、大体の人これ 出回り時期が大体8月の終わりから9月の、まあ、中頃ぐらいまでかな、はい、まあ、終わりまで続く産地もありますけど大体中頃と思ってもらったらいいです。であんまり秋っぽくないやん、夏なんよまだ時期が、うんうんうん、だから洋梨の旬って秋ってイメージあると思うねんけど、うん、秋で洋梨がいっぱい出回るなって食べたいなって思った時にはもうなくなってることが多いんで、食べ頃を逃すっていうよりはその旬を逃しやすい洋梨なんですよ。うん、でその反面、さっきの食べ頃ですよ、うん、は分かりやすい、めちゃくちゃ分かりやすいこれ、ほう、はい、でこれ今皮がこれ黄色くなってるけども、うん、出荷時は緑なんよ、はいはいはい、もう色だけ見て熟度を判断できる洋梨なんで、うん、素人が見てもすぐ分かる、うんうんうん、でうまく熟してきたら香りが出てくるんで、うん、その香りと色、もう柔らかさとかそういうのを見なくていいんですよ。もうこれだけで判断できるのがこれの分かりやすいところですよね、はい、なんで洋梨初心者向けの洋梨ですね。洋梨は本当難しいからね。そう、ただやっぱりドンピシャの抜群のタイミングを引いた時の味の良さはやっぱりすごい、洋梨は確かにそこはすごい。そうで、僕たちの目利きとかってこの産地よりもこの産地の方が美味しいよとか、うん、この人が作ったやつ美味しいよとか、なんかこういう感じに出来上がったやつが美味しいよっていうのを見るけど、洋梨、うんうん、に関しては同じ人が作った同じもの同じ産地でもどの状態で食べるかでもうガラッと味が変わる。食べる状態ね。そう、僕たちがどんだけいいのを選んでも最後委ねるのはやっぱりお客さんになっちゃうので、ね、お客さんが最後の決め手を決めなあかんから、結構ハードルの高い果物なんだけど、いやそれが一番簡単なのはもうこれ今日食べてねって、もう3時間後ぐらいには食べてねって言って売ったら別にいいってことでしょ。そうね、まあそんな状態のものは売らないけどね。売らへんし、まあ、うちのお客さんでもよういらっしゃるやんか、2日後ぐらいに食べたいんやけどとか、明日食べたいんやけどって。で洋梨とかアボカドは申し訳ないけどお客さんの都合はね一切関係ないんですよ彼らには。なんで私たちの都合に合わせて食べてねっていうタイプの果物たちなんで、2日後食べたいっていうよりも今日洋梨が美味しそうやから買う、でこの子の機嫌のいい時に食べるっていう気持ちで買ってもらえたらいいかなと、はいはい、というところで、はい、まあ、今回のこのまだ出始めなんですけども、はい、これちょっと味見しようかというところでございます、はい、なら用意お願いします。はい、はい、用意してもらいました、はい、もう今年ね、うん、結構果物の出来がいいじゃないですか。いいよ今年は。もういろんな果物いいでしょ、うんうん、さあ洋梨はどうなのかっていうね今年の状態は、うん、でこれちなみにすごい状態がいい状態、ね、状態です。もう熟してるんですよね、うん、抜群です、うん、あとはそれを食べて出来がいいのかどうかっていうところね、はい、僕はいいと思ってます今年は。ああそう、うん、そうですね、わかりました、はい、まあ、さっき食べましょうか。はい、いただきます。いただきます。洋梨は梨類は皮を剥いて食べましょう。熟度はいいね。うん、オーロラしいね。うん、なんか洋梨でもすごくとろける食感になる系があるじゃないですか。うん、はいはいはい、オーロラはそこまでとろけない。そうですね。他の果物と比べるとやっぱり果肉は柔らかいんやけど、うん、まあその洋梨族の中でも特にとろけるって言われてると人と比べるとやっぱりちょっと落ちる感じかな、うん、食感は、うん、だからすごいとろけるって感じじゃなくて、うん、柔らかい食感、うん、ジョナゴールドをちょっと思わせるような感じかな。リンゴのすごい柔らかいやつの滑らかな口当たり、うん、そうだね、ちょっとねねっとりした感じがあるね、うん、それが洋梨の持ち味ですね。口当たりは滑らかよ。そうで
洋梨族の楽しみ方は香りよ、うんね、香りがそれぞれ全部違うね。でどの洋梨にもちゃんと香りがついてるから、それがね洋梨族の楽しみ方です。甘さよりやっぱ口に入れた時の香りの広がり方がすごい強烈よね、うん、洋梨って。でこの、オーロラは親がマルゲリットとバートレットね、うん、バートレットってちょっと酸持ってるんやけど、この酸がねちょっと残るっていうのがこのオーロラの特徴、うんうん、それが嫌いな人もおれば好きな人もいてると思うけども、酸っぱい酸じゃないのよねこれね。そうですね、うん、ちょっとすっきりさせる感じの酸ですね、うん、後味すっきり、うん、香り良い香り良い、うん、それですよ。美味しいね。まあ、僕の好みで言うとここにもうちょっとジューシーさが加わればもう完璧っていう感じ。ジューシーさはちょっと違うね、うんですね、うん、さっき言ったネットリ感やから。そうネットリ感ですね、うん、もうそもそもそもって言い悪い言い方するっていうかさ、うん、そうですね、うん、なんか口の中に広がるジューシー感じゃないもんね、うん、まあ、これがこのオーロラの特徴なんで、うん、僕はこれはこれでよしですね。値段はいくらぐらいですか今年これでね、300円台320円とか50円とか、うん、そんな感じですね。そんなもんですね、うん、はい、まあ、出始めとしては上出来じゃないですか。全然いいですよ。この後の洋梨たちも楽しみ、はい、コミスもそうやし、うね、ラフランスもそうやし、レクチェですよ、ね、レクチェね、レクチェいいね、レクチェ食べたい。もうこれこの一番初めにもうオーラ食べたら、この年末までの洋梨の数々の味がもう一気に口の中にこう戻ってくる感じが、うん、とろける感じはほんまそれを楽しみにするからね、うん、はい、まあ、今回はちょっとそのオーラ出始めの部分の紹介でございました、はい、まあ、言われた通り洋梨が出てきた頃にはこれね、いろいろと出てくる頃にはなくなってるっていうような洋梨なので、まあ、今本当に買っていただきやすい。そうですね、うん、はい、で見た目ので判断ができるというところで、素人にでもその熟度の見極めができるというところの初心者用の洋梨でございます、はい、まあ、食べやすいですね。食べやすいです、うん、でね、本当に皆さんちっちゃい子から大人の方まで食べていただける果物になってますので、うん、はい、ぜひ食べていただきたいなと、はい、これから洋梨グループを楽しみに待っていただけたらなと思います、はいはいはい、なとこでいいでしょうか、はい、はい、では次回もよろしくお願いします。